リンジです。はい、どうも。カズヤです。さっきのあれです。俺今右手使ってなかったんですよ。さっき。あ、片手でプレイしてた。片手で。いや、片手じゃないっす。片腕でプレイしてました。手使わずに腕でプレイしてました。レバーを握って肘でボタンを押すみたいな。そうですそうです。俺だからジェネライコマンドとかあれ中足見てからやったんですけど、うん、見てから1秒ぐらい経ってからしか出なかったっす。なるほどね、なるほどね。うん。せいぜい練習するこった。いや最近ね、なんかサードよりもあれなんですよ別のゲームに浮気してんの。いや、ゲームじゃないんですけど、あれだ、運動系。あ、運動してるの。はい、本当。結構最近始めた仕事柄、はいはい、そういうのにハマってて、最近プロテインとかも飲んでるんですけど。プロテイン飲む仕事ってなんか力仕事なんだ。力仕事っていうか、まあなんかあれですよ、あんま公表できないですけど、まあでも運動を促進させる、そういうのはいいことだよね。で、あんまりビンゴにもその前みたいにガッツリはやれてないですけど。なるほど。まあでも面白いですね、久しぶりに触っても。そうだね、面白いやっぱこのゲーム。はい、まあボコられてもね全然楽しかったし、まあ1本取ったし。あの1本目が本当に不気味で怖かったよ。あれを続けられると思ったらやっぱりいつも現地に戻ってたから、ああよかったよかったっつって。あれ、あの1本目何も考えてなかったっすから正直。いやでもね、あれたまに混ぜられると本当やりづらいと思うよ。ああ、うん、多少意識してもいいかもしれない。あ、マグさんがすげえ1本取ったよ。電人。電人にしたんすか、マグさん。最近マグさん電人ね、超練習してるんですよ。マグさんの電人か。どうなんすかね、なんか。いやでもなんかちゃんと使いどころが絶妙で。やっぱマグさんの新勝利結構好きだったんですけどね。あれは10月には向かないよ。あ、これほぼハメ、ほぼハメ、ハメ対ハメ、ひどい勝負だなこれ。これ本当にサードだよ。まあ見てる分には面白い、やりたくない。まあ確かに、これ多分やられたらどうしよう。100円入れてそのまま帰る。あ、帰るか、そのまま川までダッシュするの二択で、川までダッシュするとき最近だとよく聞いてるのが TM レボリューションで、 TM レボリューションから、体を夏にして、体を夏して体を夏にして彼女をゲットしたく動いてみるものの、ああまあアボンと玉砕。はい、今年の夏の今日、今年も海行くんすけど、今年もっていうか今年海行くんすけど、今年こそ、今年こそ海行くんすけど、結局、うん、幼馴染の男3人どもと行くっていう。それ負け組じゃん。いや負け組じゃないっす、負け組じゃないっす。 あっちでゲットするわけだ。いや、あっちでゲットできればゲットするんすけど、うん、いや、なんか多分その2人は、他の2人は彼女持ちなんですよ。それ負け組で、1人負けじゃねえか。いや、違います違います。そこで、ああいや、恋なんていらねえよ夏って感じの源氏五六が出て、俺1人勝ち組みたいな。いや、でもね、それは負けてるから。いや、負けてないです。違う、負けっていうのは自分が負けたと思ったら負けなんですよ。ああ。そう、幼なじみ3人の男野郎3人で海に行くけど、2人は彼女持ち。彼女、まあ連れてきはしないですけど、でも自分は負けてない。そう、負けてない。で、その後なんかクーペ行くらしいんですけど、うん、なんかクーペついてくるかもしれないですよ。サード全くやんないですけど。ああ、そういう感覚もあるとすごい面白いね。そういう人たち、いや、サードはほら見てて分かりやすいじゃない、はいはい、何やってんだっていうのが本当に、はい、ブロったら反撃ができますっていう、そういうのがね、はい、分かりやすいから、全然知らない人が見ても面白いと思うんだよ。
いやでも俺ら世代って結局、うん、いや俺ら世代って言っちゃなんですけど、結局波動拳とか何っていう世代ですからね。まあね、本当に、あ、21とか21とか20歳なんて、あ、それこそ、ね、なんすか、 FF とかの方が流行ってた時期だし。なるほど。おう、トミニーが小足を擦りすぎて、あ、小足、やっぱ誠の小足って強いんですか。激強、激強。判定も、判定が超強い上に、あの誠自身の判定が超狭くなるから、はい、あ、そうなんですか。あ、だから対空とかにも使えるんですか。結構対空にガンガン使うで、ジャンプ攻撃が使って小足が当たんの、はい、でそっからなんか変な読み合いになるじゃん。唐草こすられたら終わりだし、こすられたら終わりですね。で立ち台パンで土佐までぶっ込んでくる人だから、ごめん、きつ。とにかく密着、怪しい場合だと壊し出すんだよこの人は。いや、これね、いや俺やちょっとやったんですけど、うん、あの昼ぐらいに、いや仕事終わってから、うん、あ、まあ竹が太いことそれだ、勝てるからね。唐草決まれば勝ちだから、この人。そう、だってさ、何この V とか P とか出る表示のところあるじゃないですか、はいはい、あの勝ったら、あそこのもう半分ぐらい行ったところまで自分が体力を減らしたのに、もうダブル引き上げでなんか即死食らって終わりです。そうだよ、なんだ俺マジね。10対0誠が倒れるまで、 KO するまで、はい、飛んじゃいけない。いやマジで、あれ富永さんって分かってたんですけど、あの分かってなかったら、うん、多分俺はまあ一応3クレぐらいやったんですけど、うん、多分 TM レボリューションのと共に自転車で帰ってましたとりあえず、まあ、富永さんって分かって、ああそうだよなと思って、うん、まあ、TM は控えて普通に帰って、で今まであれですめちゃイケ見てます普通のおっさんじゃん。普通のおっさんの生活に戻りました。そっか、いやめちゃイケ世代ですから、世代っていうかもうめちゃイケ大好きっ子ですから僕。いやあの番組面白いよやっぱロンハーあれなんか見れなかったりするじゃないですか、あの時間帯的に。そうだね、あれがちょっと嫌なんですよね。結構好きなんですけど自分も、あの格付けとか超好きだよ。あーあれ面白いんですけどね。うえ、いやおお飛んだ、飛ぶなあれで。あれ飛ぶ、どうなんですか誠戦って。え、ああ、普通に登山パナしてくる、ね、マグさんのちょっとした大パン、よく見ますマグさんのちょっとした大パン。あれは中攻撃出しちゃうともう確定だからね。確定ですね。弱だったらガードできる。おい、あ中足出ない。で、なんかスト4っぽかった今の。ストフォーっぽくもねえか、まあ、生勝利を当てる。あ、これははい、からのからの知らないで、こっからの富永さん、あ、暴れ富永。そこは読んでたか。リバーサルなんとか、リバーサル、まあ何を出すんだリバーサルって。多分あれ唐草だろうけど、唐草か。まあなんかグイって出てたし腕。ああこれ食らうよな、やばいと思います。いやまだある、富永さんにはまだある。しかし必要に飛んでいる。おいこれ、ね、お生昇竜、生大昇竜ってなんかバナオっぽいですね。かっこいいねこういうの。マグさんにバナオっぽいって言うと多分切れるよ。いや俺もね、生ブロ昇竜とかやろうとするんですよ。やろうとするんですけど、ブロしゃがみ大パンとかになるんですよ。ブロしゃがみ大パン、なぜかキャンセル陣雷とかになるんですよ。足もこすってね。ってさ、あの忙しいコマンド難しいよね。あれ難しいっすよね。なんかブロ最速、そうブロ最速勝利コマンド系って結構むずいっすよね。むずいむずい。せいぜい一回転波動もむずいと思うよ。最速で出すのは。うわ、あのダッシュ大パンがかっこいいよね。おお、できる。おで、ここからからの
もうよくガードしてるなやっぱ。あうわこれこんなんどうしようって言うんだよ本当。あーやべえ。ただダブルは あダブル入った。えい、あ体夏にして即死かこれは。はい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 、はい、過激で。おお、まだあるんじゃないこれ。これあの誠のジャンプ攻撃強いっすよね。クソ強えよあれ。もうねイラッとするんですよね。イラッとするって言っちゃったんだけどイラッとする、イラッとします。あの正直あれなの、な、なにあの、だって身長から思いもよらず、うわほーきたよこれ。あーこすった。 1.4 ウィン。今なになに今33 33いい勝負しとるね。おいクイペよ同じチーム。そうだよ。カズヤさんと、ちょっとなんだよあのなんかすごい海外バンド勢みたいな感じの。あ塩辛、塩辛が来た。ジャッピーな、ジャッピーな。あ、すいません、焼き鳥の編集なんですけど。あーどうも、お久しぶりです。あす、まあ、はい、今これ何なん。サンサン、まあ、旧ビンゴのデコボココンビってことでどうですか。8人、富永組手か、今日は。あ、銀次君、和也さんから一本取ってんじゃん。いや、なんかね、いや、あの時、名教止水になってた。マジで 無意識の一本。いやこれ、これやばいよ。富永さん、とりあえず富永さんすごい。これで4-3か。さすがっすね。さすがっすね。ちょっと聞いてよ。何俺もうめちゃめちゃ急いで来たわけですよ。はい、はい、いやでもさっき電話では9時50分とか言ってましたよね。めちゃめちゃ急いで、いや、はい、まあ9時50分に到着予定の、まあ、電車には乗れたんだけど。めちゃ急で。めちゃ急だよ。あの米原を7時じゃねえ6時54分に出る電車に乗ったんですけど、まあ、米原駅の下に着いたのは、うん、まあ、52分とかで、もう外からホームに止まってる列車が見えたんですよね。うん、でもうちょダッシュで、まあ、はい、駆け上がってエスカレーター、大荷物持って、でちょダッシュで大荷物持ってエスカレーター駆け上がってから、まあ、ちょっと階段降りて右曲がって。え、だってちょダッシュできる荷物じゃないじゃんあれ。え、いや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 、あれちょダッシュできる荷物じゃないでしょ。だからあれを持ってちょダッシュしたんですよ。ショって、はい、うん、はい、ショってね。押したら、まあ、駅の窓口で切符買うたんですけど、うん、あれですわ、なんやあれ。あこれ郷さん。あ俺一瞬ブロかと思ったよ。あブロで、あマグさん、マグさん合格、合格です。これで合格定です。なんすかあれ。富永さんが互角ね、これ、うん、5分以上かけて。で、はいはいはい、超急いでて、うん、急いでたあんまり、はい、ずーっつってブラッツゴーっつってでカシャンっつって改札入ってでブシャーっつってプシューっつってプルルルっつってプシューってしまって乗るじゃんか電車に。もう閉まったんですけど、閉まってへえと思った時に、まあ明らかにちょっと財布忘れたなっていうのに気づいて緑の窓口っていうか、あの窓口のところの、もう窓口のお金払うところの荷物置き場みたいなところに財布を置いたのを覚えてたんで、あの
シュガーさん結構そういうところありますよね。なんか名古屋一緒に行った時もさ、切符なくした。切符なくしたっけ。なくしたよ、散々俺待ったし、で結局お金払ってた最後まで。払ってねえよ。あったよ。あったのか。でも15分ぐらい待ったよね。あの、言い過ぎ。いや言い過ぎじゃない、持ってない、絶対持ってない。15分はねえわ。持ってないよ。はねえわ。なんか普通にカバンのポケットとか、なんかそんな、なんか普段入れないとこに入っただけ。だからそれ結構探せって言ったのに。まあでも、はい、でもまあ財布とかよく落とすんですよ私。うん、マジで。どうすれば財布を落とさないで立ち回れるかっていうのを教えていただきたいですね。首につけとけばいいんじゃん。間違いないね。いや間違いないし、財布だってでも落とすわけじゃないもん。置き忘れるんだもん。え、それ落とすと同じだから。いやでも落とすって言うとさ、どこで落ちたか分からないじゃん。うん、俺置いて回収してないだけだから、ね。まああれだよ、なんか、まあ、ゲーセンもなんかネットマネー、ネットじゃないけどなんとかマネー、電子マネーにすればいいんだよ全部。エディってやつか。そうそうそう、そうすればどんなにズブな塩辛さんでも大丈夫なはずなんだけど。でも電子マネー対応してないよね。これ今、これ今いくつ、これでこれラスト、これラストだってよ銀次君。え、てか長谷川さんさ、解説一回もしてないじゃん。え、どういうこと。なんか風間さんと解説してた。あ、じゃあこれを今なんかどっかのライブ行ってるような感覚でお願いします。意味がわかんねえ、なんでライブ行ってるって。おい、意味がわかんねえ。おい、回せ回せ。銀次君多分ね声でかかったよ。ああ、富永さんが勝って、はい、結局 7-3 富永。